本当に唐突だけど。は？お前誰やねん。僕の名前は赤川優斗。まあ、覚えなくていいよ。みんなあだ名でしか呼ばないし。あ？あだ名は赤デブ。ほう。クラスのみんなに言わせると、僕はボケ役で突っ込まれる役で、いじられキャラってことらしい。太ってるんやろな。テレビのバラエティ番組で、ほら、よくあるでしょ？お笑い芸人がおかしな罰ゲームをやらされて、その滑稽な姿を笑い物にするような。そういうことをやらされるのは、いつだって突っ込まれる役なんだけど。はあ、あの日もそういうのをやっていたんだ。芸人が、パンツ以外全部脱がされて、裸にされて、体中にマジックで恥ずかしい落書きをされるというものだった。お前いじめられてんのか？テレビの中の芸人たちは、それを見てゲラゲラと笑い転げてた。テレビを見ているだろう人たちの笑い声もゲラゲラと聞こえた。でも僕だけはまるで笑わず、ただただその気の毒な姿の芸人に同情していた。同じことやられてるとかじゃないのかな？赤デブも。同情？違う、戦慄だ。だってあの無残な姿はきっと、明日の自分の姿なのだから。おい、デブ。赤デブ。しりとりやろうぜ、しりとり。俺たち友達だろ？なあ、遊ぼうぜ。いじめだろな。腹立つんだよな、こういうの見るとよ。ただいじめてる側はね、いじめって感じてないことの方が多いんだよね、こういうの。ほんと腹立つけど、昼休みになるといつも柄の悪い連中に遊ぼう遊ぼうと絡みつかれる。まあこれは多分悪意があってやってるだろうけどな。僕が人気者なわけもない。そして遊ぶと言っても彼らが一方的に僕で遊ぶだけだ。じゃあ俺から行くぞ。デブの部からな、ブルー。ほら、ルだよ、ル。早くしろよ、デブ。54321-0。はい、デブの負け。これムカつくな。みんなは僕が負けて罰ゲームになる口実を押し付けてくるだけなのだ。僕が負けるまで続けるし、最近は理不尽な理由で即僕の負けになる。それに渋ったり嫌そうな態度を取るとひどく乱暴をされる。先生は何やってんだ、先生はよ。だから僕は曖昧に笑いながらそれを受け入れるしかないのだ。こういうのってさ、傍観してる、いじめに加担してない生徒たちも十分そのいじめの仲間だよね。乱暴されるくらいなら連中のおもちゃになった方がマシなんだ。幸いね、俺が学生生活の頃は、こういうなんていうの、いじめとかってのはなかったんだけど、どうなんでしょう。皆さんの時はあったの、ありましたかね。そうさ、マシなんだ。おいデブ、服脱げ、服。ほら、早くしろよ。ほら、やっぱりだ。昨夜からもう覚悟していたからへっちゃらさ。みんなは僕の制服をぐいぐいと引っ張って無理やり脱がそうとする。下手に逆らってボタンでも飛んだら嫌だから、照れくさそうに笑いながら自分から脱ぐ。ブリーフと靴下だけの情けない格好になると、やはりサインペンがどこからともなく現れた。でもそれ油性だよ、簡単には落ちないよ。大丈夫だよ、風呂入れば落ちるって。うわ、お前汗ベトベトじゃん。ペン先滑るよ、汚ねー。これあれだね、気分悪い人は飛ばした方がいいと思う。彼らはお腹や背中、太もも、ブリーフにまでペンでグリグリと卑猥な落書きをした。彼らはテレビの向こうから聞こえてくるのと全く同じ声でゲラゲラと笑った。でも場を和ますような滑稽な BGM はテレビのようには流れてはこなかった。気弱で昔からよくいじめられていた僕に両親は愛想を尽かしきっていた。なんでだよ、バカじゃねえの。両親が一番最後のさ、味方っていうか砦じゃんよな。お前らが呆れたらそれまでだろうが。なんでだ、俺は両親が悪い。僕がいじめられていると分かると逆に叩かれ、
ヘラヘラしているからいじめられるんだと怒られた。だから親にはバレないように落書きされた下着はこっそり捨て、風呂場で丹念に体を洗い、耐えた。しかし、彼らのブームはいつまでも終わらず、僕の全身へのひどい落書きは日ごとにエスカレートしていった。油性ペンでの落書きはなかなか消えない。石鹸で洗い流すというよりは、ナイロンタオルで肌を削り取るようにしなければ落ちなかった。いやー痛い。毎日毎日体を削り続けた結果、真っ赤になってヒリヒリした。ねえ、痛いなこれ。風呂場のお湯が熱湯に感じられ、全身がチリチリと痛む。その痛みが僕の体がいじめっ子たちの落書き帳にされていることを何度も思い出させるのだ。あ？なんだ？突然停電した。真っ暗闇。不思議なもので。突然停電すると、まるで時間が止まったかのように息を止めてしまう。焦ったって仕方ないさ。家族がきっと何とかしてくれる。下手に騒ぐと。また親にオロオロしてるからいじめられるんだと怒られる。親が悪いよ、これは。本当に親が悪い。その時停電でシャワーって止まるか？ボイラー止まるから水になることはあっても、お湯がね、お湯が水になることはあっても、シャワーって止まらないんじゃない？どうでしょう？今度こそ本当に時間が止まった気がした。なんなんだよ、一体。暗闇だと自分の鼻息がすごく荒々しく聞こえる。それがまるで、すぐ近くに恐ろしい魔物がいるように聞こえて、怖い。怖ないよ。ビビってねえぞ。これは、あれだよな。よく漫画である、いじめられっ子主人公が、力を手に入れる覚醒シーンだよな。地獄の底から響くようなその声は、自分の背後から聞こえた。相手は同じ風呂場の中、すぐ背中だ。声が風呂場で残響している。かわいそうにな。毎日毎日おもちゃにされて、そんな気の毒なお前のため、俺は来てやったんだぜ。ありがてえ。僕を助けてくれるの？お前わりかしいい声してるんだな。赤デブくん、ごめんね。赤デブっつって、名前忘れちゃった。赤川なんちゃらだよね。赤川ゆうすけ、ゆうとだ。ごめんごめん、ゆうとくん、いい声してるね。お前の望みを言ってみろ。おー、いえいえ、ただしこれで望みを言うと大丈夫？魂とか持ってかれない？もうこんな目に遭いたくないんだ。ねえ、もうあんな恥ずかしいいじめなんか耐えられない。いいだろう。叶えてほしいな。俺の願いも叶えてもらう。なんだ？俺の願い。俺は人間の不幸を養分として、うん、お前の願いも等しいだけの不幸を俺に捧げる。それってさ、お前がゆうとくんの願いを叶えて、相手をゆうとくんをいじめてる奴らをタコ殴りにすれば、その分相手が不幸になるから、それで賄えるんじゃない？そう難しいことじゃない。おー、なんか、ワクワクしてきたなぁ。おう、あの不気味な存在が僕に捧げろと求めたものは、普段の僕なら絶対にできないことだった。しかし、おう、その日もまたいつものように恥ずかしい落書きを全身に受け、女子にまで見られて笑われた。その悔しさが僕の背中を押した。遊びからの帰りだろうか、一人の小学生の男子が上機嫌に歌を歌いながら歩いていた。寂しい通り、他に人目はない。やるなら今。足早に背後から迫り、後頭部に。
ガツ。ああ、殺すまではしないのか。子供の泣き声がまとわりつくように迫ってくる。僕はそれを払いのけながら走った。これであいつの求めるものは捧げた。小さな子供が見ず知らずの誰かに突然暴力を振るわれるという不幸、それがあいつの望んだものだった。理不尽な罪に心がわずかに痛んだが、それは圧倒的達成感に飲み込まれて消えた。それにあの子は歌を歌うほど上機嫌な学校生活を送っているみたいだった。まあこういうのっていつか巡り巡って自分に返ってくるんだよ。そんなに幸せなら僕に少し分けてくれたっていいんだ。そうだからこのくらいは問題ないんだ。多分悪魔の要求はどんどんエスカレートしていつか人を殺させるぞ。間違いない。さあこれで約束は果たしたぞ。僕の耳には遠くであいつが笑っている声が聞こえるのだった。現れない？その夜、入浴中に再びあいつが現れるのを待ったが現れなかった。体をゴシゴシと洗い続け、再び電気が消えるのを待ったが現れない。体がヒリヒリする。痛がゆい。布団の中に入り消灯しても胸や背中がじんじんとうめき続けた。翌日お腹を見てみると赤紫色に腫れ上がっていた。でも親に相談したところでいじめのせいでなんて知られたらまた叱られる。大丈夫、放っておけばきっと治る。授業中もじんじんとうめき、あ、うずきか、うずき。何も集中できない。はい、時間切れ。腹だぜ、腹。お前風呂でちゃんと洗ってんだろうな。昨日背中のやつ残ってたぞ。今日の昼休みもまた僕の体に落書きする罰ゲーム。え？でも今はそんなことよりも胸と背中がうずいて、そちらの方が辛い。え、なんか青紫色の何かが体中に、なんて言うんだろう、浸食してんじゃない。腫れ上がったそれらがシャツに擦れて痒いんだ。だから連中が、ああ、だから連中が僕の服をまくり上げて外気に触れさせようとするのがむしろ気持ちよく感じてしまう。むしろもう自分から脱ぎたい。痒い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 。大丈夫これ。痒い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 。えっ、何？自分からシャツを脱ぎ去ると、ようやく体の腫れ物の痒さは収まった。僕の胸や背中はミミズがのたくるかのようにビクビクとうごめいて喜ぶ。気持ち悪い。そこには黒紫色の肉塊がいくつも盛り上がり、ブルブルと震えながら外気にさらされたことを喜んでいた。それらは僕の目にはまるで福笑いみたいに見えた。え？目や鼻や口がバラバラにいくつも僕の胸から肉塊から突き出し、ブルブルと震えているのだ。それらは鼻汁のような白濁した糸を引く汁をドプドプと吹き出している。そうさ、あの悪魔はちゃんと約束を守ったんだ。仰天して尻餅をついたいじめっ子たちは落書きどころか僕の体に触れようとさえしなかったからね。もうこんな目には会いたくないという願いをちゃんとあいつは叶えてくれたんだ。それどころか僕に怯えながら滑稽に腰を抜かす連中の姿が見れて少しすっきりしたくらいだよ。いじめっ子たちはもう二度と僕の体に落書きしようなんて思わなかったね。でも、え？彼らは唐突に僕の体を蹴り倒したんだ。うわ。
そして何本もの足で僕の胸や背中の肉塊の目や鼻や口を何度も蹴り踏みつけ、ぐちゃぐちゃと踏みにじったよ。その度にビュッビュッと鼻汁のような粘液が吹き出て、彼らの靴に糸を引かせたっけ。僕、痛くはなかったよ。それどころか彼らに一泡吹かせられていい気分だったくらいさ。やがて彼らに切り続けられるうちに、僕の体全体が黒紫色になってブクブクと腫れ、肉塊そのものになっていった。そして彼らに踏みつぶされながら、ビュルビュルと粘液を吹き出しながら潰れて縮んでいって、最後には鼻血混じりの鼻汁みたいな赤黒いドロドロだらけだけになって消えてしまったんだ。これで僕はもう二度といじめられることはないってわけだ。ただ思えば僕はもっと直接的なことを頼めばよかったと思ってるよ。いじめっ子たちはみんな死ねとかね。でもあの悪魔はそれに見合ったものを望むから、子供の頭を殴る程度じゃ今度は済まない。でも改めて望んだよ。あいつらをみんな殺してくれってね。それに対する悪魔の望みは案外安かった。この学校の生徒の命をたった一人分だけ捧げてくれればいいって。ただ困ったことに、僕はもう体がないんだ。誰かの命を奪うどころか触れる指さえない。ねえ、これだけ僕の話を聞いてくれれば、僕がかわいそうだって思うでしょう。かわいそうな僕を哀れと思って、僕に代わって、たった一人でいいから、誰かを生贄に。なあ、頼むよ。僕のために誰かを。なあ、頼むよ。頼むよ。ブリルルルルル。もう完全に潰れたのかな、ここら辺で。うお、なになになに、暗闇の中に形容のできない巨大な肉の塊がもぞりとうごめく。それには腕も足も頭もない本当にただの肉の塊。そのあちこちから目玉や鼻や口が覗き出す。ドプドプと粘液を時折吹き出す。それがぞわりと這い寄ってくる。その時、暗闇の中に赤い目玉が光った。それもいくつもいくつも、赤い目がいくつもいくつも無数にぐるりとぞろりと肉塊を取り囲んでいるのだ。それは小さな日本人形たちだった。ま、これ怖えよ。同じ姿の同じ日本人形がいくつもいくつも無数にぎっしりとひしめき、肉塊をぞろりとずらりと取り囲んでいるのだ。人形たちは人形だから無表情なまま、だけれどカタカタと動きながら次々に肉塊によじ登っていく。肉塊はまるでアリの群れに放り込まれた飴玉のよう、人形たちにたかられ何も見えなくなってしまう。奇声が轟き、水鉄砲のように激しく粘液が幾筋もほとばしった。肉塊は明らかに断末魔の叫びを上げている。肉塊ってのは要するにゆうとくんのこと、自分自身の言葉。しかしアリの群れが飴玉に容赦することがないように、人形たちも何の容赦もなく肉塊を飲み込んでいく。奇声と時折どっぷりどっぷりという粘液の吹き出る音だけをさせながら、肉塊は人形たちの暗闇に消えていった。トアの脇に置かれた彼女の日本人形が語りと震えた気がした。その人形マジでさ、薄気味悪いんだ。誰だこいつ。大切な人形だからそっとしておけか。ショウ、うるさく言われてなかったら、そんな気味悪い人形速攻ゴミ箱なのによ。彼
彼女に話しかけるってことは、なんて言うんだろう。彼女のことをよく知る人物なのかな。それともそこら辺の、ドキュンかな。水音と唾液の甘い匂いが漂う。トエの唇が、艶っぽく光り、甘い銀の糸を引く。唇は再び男の足の指をぬるりと加える。頭さえイカれてなきゃよ。結構いい女なのによ。この男やばいんじゃない？やめんじゃねえよ、続けろやグズ。男はトエの胸を切る。その足は素足だった。トエは再び這いつくばる、犬のように。男の足の指をまるで赤子が乳首を吸うかのように再びむしゃぶり始める。校内の駐輪場は、登下校以外は無人。不良たちの溜まり場の一つだった。昼休みなどには不良グループの一つがここを溜まり場にしてたかっている、集まっている。10人ほどの不良たちがそれぞれにたむろしている。悪態をついて唾を吐いたり、下世話な話に品のない笑いをあげたりしている。それらから距離を置き、リーダー格の、亀沼翔かな。亀沼翔は、トエに足を預け、足の指をしゃぶらせ続けている。これあれだよね。R18 だったら股間だったよね、しゃぶらせてんの。これ R18 じゃない ?Z 指定だけど。まあ、いきなりそんなにやられても困っちゃうんだけどさ、動画にしづらくなるから。翔さんって、性癖変わってますよね。ねえ。ほんとほんと、足より舐めさせるとこがあるんでしょうに。ほんとに思ったよ。俺はよ、そういうのはきちんとしてるわけ。そういうのは結婚するまでお預けするたちなわけよ。つうかさ、それで線香来た時焦ってチャックで挟んだら笑えねえじゃん。痛え。しかもごめんね、下世話の話して。その場合ガチガチになってる状態だから、もう急いでズボンの中にしまえないわけよね。挟む確率上がるんだよね。歯をぶつけんなっつっただろ。翔が笑い転げて、身を、よじった時かな。トエの歯が爪の間にでも当たったらしい。突然不機嫌な声を上げ、左の足でトエの肩を蹴り飛ばす。全く手加減はなかったのだろう。トエの華奢な体はコロリと転がった。しかしトエは自分が邪険にされたことさえ理解できないのだろうか。表情は曇ることも晴れることもなく、再び翔の足に這い寄り、その指を口に加えようとする。だがもう今日がそがれたらしい。翔はトエの顔に足裏を押し付けると、再び蹴り転がした。やめなよ。お！あ？乱暴は良くないと思うよ。なんだてめえ。誰よ。二の A の、すす払ってやろうっす。なぜ知ってる？不良たちにとって、ここは自分たちの根城で聖域らしい。部外者が踏み込んでくるだけでも気に入らないようだ。不良たちは不機嫌そうに眉を歪めながらゾロリと立ち上がり、進むを凝視する。黒髪さん、嫌なことなら嫌だってちゃんと言わなきゃ。それが言いづらいようなら僕が先生に相談するよ。ああ、ちくりかよ。上等じゃねえかこれ。お前ちくった後どうなるか分かってんのか。ああ、おとなしくチャリに空気入れて帰れや、ボケ。スズムはその手に、主事室で借りてきた自転車用の空気入れを持っていた。タイヤの空気が少し足りなかったので、昼休みに空気を入れようと借りたのだ。そういえば、キコちゃんに昼休みはやめた方がいいって言われたっけ。なるほど、不良たちが溜まり場にしているからという意味だったのか。スズムなりに緊張はしているが、はた目には全くそう見えない。
それが不良たちには気に入らないようだった。あのよ、なんか勘違いしてるみてえだけどさ。おう、トエはさ、俺にいじめられていやいややってるわけじゃねえわけなあ、トエ。トエはよろりと立ち上がると無表情な眼差しで進むを見る。おう、その肩を、ショウはぐいっと力任せに抱き寄せる。しかしそれにもトエの表情は変わることはなかった。こいつはさ、俺の女なわけ。自分の女に乱暴をするなんて思えないよ。気を許し合ってるからこそってわけよ。お前何様？俺とトエがどういう関係か何も知らないなら引っ込んでろよな。女の子を蹴り飛ばしてもいい関係なんて僕には思いつかないよ。そうさな。おう、あんまふかしてっと死なすぞこら。でもお前勝てないんじゃないか。主人公に武道強いらしいぞ。おう、不良の一人が歩み寄り鈴夢の胸ぐらをつかむ。鈴夢は動じることなくその腕を右腕でつかむ。ああ、うん、おお、かっこいいかっこいい。かっこいいかっこいい。大丈夫かよ。いてよ。すっげえ馬鹿力だよこいつ。情けねえ。いてえ。こいつら情けねえ。その頃には不良たちも鈴夢の見かけによらず武骨で荒れたその拳に気づく。またこれだけの人数に対して全く物怖じしないその様子は武道経験者であることを容易に想像させた。彼らは肉肉しげに睨みつけるものの、もはや再び鈴夢の胸ぐらに手を伸ばそうとはしなかった。まあなあ、たむろして生きがってるだけだからな。あ、その時昼休みの終わりを告げるチャイムが響き渡る。 A 組のすすはらとか言ったか。てめえのことは覚えておくから。おお、覚えとけ覚えとけ。一生忘れらんねえように顔面に叩き込んでやってもいいぞ。さっきの乱暴を黒髪さんに謝らない限り、お、僕も君のことは忘れないから。かっこいい。ああ、舐めてんのかてめえ。この場でやるか。ああ、まさか買い言葉を返されるとは思わなかったらしい。おいおい、煽り体勢ゼロかお前。お、あ、金属バット。お前武器を持ったってことは分かってるな。ショウは突然に激高すると、近くの自転車の改造したカスタテに刺してあった金属バットを抜き取り振り上げる。何やっとんじゃー。誰だ